ということで来ちゃいました本当にディズニーに。イエイイエイ。まあせっかくね、うん、ディズニーの仮装したらね、うん、来たいですよね、そうですね、ということで来ましたので、はい、まあ、あのハロウィン限定のフードとかあると思うので、うん、まあ、Vlog みたいな感じでいろいろ撮っていこうかなと思います、はい、今回も、ね、なんか今日企画系じゃないディズニーだからね、なんか本当に楽しいかもね、伸び伸び撮れる、うん、多分そうだね。なのかな、うん、ちょっと暗いんですけど。チキンのトマトソース焼きとマロンケーキと、私オレンジジュース。私はウーロン茶ですね。同じのを頼みました結局、はい。いただきたいと思います。はい。早いな。美味しい？ねえさ、最初これカレーだと思ってたんだけど、写真見て。だからずっとカレー屋さんじゃないって言ってた。トマトソース。でもトマトっていうよりかはデミグラスとトマトの。ああ、はい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 。私はじゃあマロンケーキ食べてみます。はい。お化けが。かわいいよね、はい。でもなんか見た目はマロンじゃないんだよね。なんかラズベリーみたいな。いただきます。ラズベリーが。どう。マロンの味は？私はしない。あら、マロンじゃないよね。あ、下がマロンだよ。え？このスポンジっぽいところ。めっちゃマロン。ああ、おお、マロンだ。マロンだ。マロンって栗だよね。なんでなんでなんでかって言ったら、うん、もうレベルが高いぞみんなだから、あ、逃げたくなる、なんか穴があったら入りたくなる。見たでしょ、だってあのピーターパンとウェンディーの。いやいや、かわいいかわいい。だってうちらなんかさ、本当にさ、これダイヤのおやじさんめっちゃかわいいんだけど、本当にやばいぞ、それはやばいぞ。怒っちゃう怒っちゃう。なんであれかわいいの、やめろよ。むくむくそうそうそう、思って、ガッ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 、しれーっとしれーっとまだ届かない、まだミッキーとミニーは届かない。さっきの可愛いお姉さんね、思った、かわいそうに今こんなでっけえのでっけえよ、何も面白くねえなお前は。違うよ、ドナルドそんなじゃない、もっといける。わかんない、忘れた、それな。ドナルド忘れたよな。聞いてください、今スターツアーズ乗ったんですけれども、はい、顔を選ばれるやつの時間になった時に、待って、中にやばい、顔ずっと笑顔で待ってなきゃいけなかったのにとか言うたら、うちでした、本当に。そんなエナピー選ばれて、本当にうちだった。この人スパイだと思ったらめっちゃ笑い止まらなくなった。マジでびっくりしたよね、あれ。エナピーは今年に入って3回目らしい。そう、2019年3回も顔当てられた。
多分そんな人いないよ、なかなか。2019年にディズニーランド来てる半分とかじゃない多分。いやそうだね、6回ぐらい来てると思うんだよてかまず6回も来てるのやばいってやばいんだけど、うん、でもやばくない普通に考えて、うん、めっちゃ好かれてるよ、大丈夫。それか本当にスパイかだよ、どっちか。どっちかだわ、スパイの説の方が高いわそっちだね、うん、多分それだわ、うん。そう、なんか前来た時に飲んだ時にめっちゃ美味しかった。なんだっけこれ、ポップコーン味、ポップコーンソーダとなんかドーナツみたいなのが上にあるやつ。ディズニーもこういうことするんだって思ったね。絶対それさ、ちょっとさ、うん、あれですよね、のちょっとね乗ったというか、うん、いただきます。はい、ポップコーンじゃない、ちゃんと、うん、びっくりするよね。これもハロウィン限定のやつ、多分美味しい、ポップコーン、うん、めっちゃポップコーンだよね。ドーナツ食べていい？うん、うん、お芋だっけそれ、違う、お芋。あともう一つセットで頼んだピザ、めっちゃ美味しそう。多分今の時期限定、うん、テリヤキチキンのピザを頼みました、うん、はい。パイナップルとチキンと、うん、あとベーコンが、うん、ブロッコリーが、うん、乗ってますわ。めっちゃ美味しそう。すごいね、うん、いただきます。美味しい、美味しい、美味しい。なんか照り焼きソースが予想とちょっと違ったかも。嘘、なんだこれは、めっちゃ美味しい。食べようなんか、うん、どっかの国のお料理の、スパイシーな感じもする。いいじゃん。うん、美味しい。美味しい。ちょっと大人の味かもしれない。あ、そうなんだ。照り焼きだからなんかさ、甘い系かと思うよね。うん。なんか違うの？うん。美味しいです。やった。なんか知らないんですけど、本当にびっくりなことに、あのスプラッシュもビッグサンダーも止まっておりまして、本当に暇を極めちゃってディズニーで暇極めることないんですけど、本当にね、暇すぎてお土産見ますね、このタイミングで今何時、今7時14分なんですけど、暇すぎてお土産、この時間でも暇という、やばくない普通に。あ、でもあのミッキー可愛いかも。全然並ぶのに、だから暇だからカチューシャとか買おうかなとか、うちらはなんか今言い出してます。謎ですけど、はい、熱そう。まあ自販機で買うコーンスープとは全然違う。うーん、あークリーミー、めちゃくちゃ。なるほどね。あ私たちはあの9時40分にバズ・ライトイヤーのあのバス、うん、アストロイヤーみたいなやつの、うん、あのファストパスを取ってしまったので、まあ約3時間ぐらいブラブラしなければいけません。無理だ。ほら。ゆっくり。苦しくなってきたよ私は。なんでですか？苦しくなってきたの。冬だから。ねえねえ、このめっちゃ漏れないんだけど下からのライト。あそこのライト漏れんじゃん。今一瞬で苦しくなった。どうしよう。なんか誰か来いって思った隣に、だから向こう連れてきた。めっちゃ怖いこの人。なんかやっぱ、うん、寒いんですよ今、うん、ちょっとそうだね、風とか人肌が恋しい季節になったなっていう気はしますよね。なんかは何今何て言いましたか？えなんかもう無理だと思って、うん、エナビとディズニー行くのやめようって思ってた。なんでそうなったんですか？何ですか？なんか急になんか心臓痛くなったりするし、なんかあのスプラッシュマウンテンの代わりにスモーキータッキーリップ食べたいとか言い出すし、スプラッシュの代わりではないよ。代わりだよ今のじゃあみたいな。だってもうどうしたらいいんですかこれは。でもやっぱあのやっぱ人の肌恋しいから、でもエナピーじゃ賄えない。ねえ本当に誇張的なんだが
なんで自分だけだと思ってんの、こっちのセリフだからね、全然な本当にあんた待って、ただのパセリなんだけど、どうしよう。パセリと一緒に写真撮る。いいよ、パセリ、パセリです。だから見てほしいの、みんなには。みんなにだけは言ってあげる。なしだよ、ほんとうちら最初、ウェンディできたじゃん。うちらウェンディできたよね。いつの間にか何かになってるよね。だから、あの病院抜け出してきた患者、患者になってきちゃった。これ完全だな。あー、おなんか花火終わってね、あの急いであの見たらなんかゼロ分待ちになって、今始まったんじゃんって言ったら30分待ちだけど始まってた。今日はとてもいい、素晴らしい日ですね。見てください、さ月もよ、ね、見てよかったね。やっぱ諦めなければ夢って叶うんですって。すぐ飛び出した。言われてる。そうで戻すとこちゃんと取っときな。ちょっとちょっと取っとく。はいはい、京都になって、はい。バスも無事乗れました。はい、私たちはもう帰ります。もうね、10時なんだよね。あの途中までなんか暇すぎて死ぬかと思ったけど、最後ね、なんか最後怒涛のラッシュみたいな感じで、めっちゃ充実感だったよ、なんか、あの一番行きたくないの久しぶりすぎて、ディズニーで。そうそう、ディズニーって楽でいいんだって思いました。はい、それじゃまたね。